皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが5月28日に配信した、火曜日恒例の予言の4回目をご紹介します。2024年5月28日の予言。以前から善が悪に変わるとお伝えしていましたが、現在では波動が私たちの地球に対して使われています。これは疑いようのない真実であり、レーダーで捉えられた異変もそうですが、あれは南極に近い島から大波ができて、それがアフリカ沿岸から大西洋にまで達していました。この話題は今ネット上で持ちきりですが、実際に起きているのです。実際そこで何が起きているのかについては先週も少しお話ししましたが、どうしてそのようなことをするのでしょうか。サイコパスたちは本心を見せません。ここではっきりと言えるのは、闇側の持つ波動の技術で巨大ハリケーンを作り上げることができます。2年ほど前に私が見たビジョンを覚えているでしょうか。その時は想像を絶するほど巨大なハリケーンが襲ってくるのが見えたのです。これは今年ではなく来年やってくるでしょう。予言によっては的中するのに数年かかる場合もあります。これが波動を悪用するやり方なのです。人々を支配しようとしたり、海面温度を上げたりとあらゆることをやってきます。実際闇側の言うことが起きており、状況は一層緊張しています。秋の時期だと思いますが、多分8月後半から11月にかけてサンディの再来のような巨大ハリケーンを見ることになるかもしれません。ハリケーンサンディが到来したのは10月29日であり、29日は数秘術では11となり、11日や29日の台風は特に激しく、カトリーナやサンディなどがそれに当たります。10月29日にまたとてつもない出来事が起こるかもしれず、それは10月11日のことかもしれません。10月は不気味な月でもあります。今のうちから圧力タンクのスイッチを入れておきましょう。闇側は波動を人工地震や気象操作だけでなく人々の心をも操作するために使います。例えば MK ウルトラでは異なる周波数を塔から発信し、人々がどのように行動するのかをテストしているとスピリットは言っています。それから身を守るにはアルミ箔の帽子でも被るしかないのかもしれません。新地球についてはどうか焦って結論だけを見ないでください。この配信全体を見ないとわかることもわからなくなってしまいます。スピリットはハリケーンや大嵐を注意深く見守るように語っており、突然変な曲がり方をするでしょう。ハリケーンサンディがそうで、一旦内陸に入ったかと思えば再び海側に戻りました。あの時私はペンシルバニアにいましたが、私の友人でも家族や財産など全てを失った人もいました。とてもとても悲しいお話です。あの時に突然嵐が進路を変えた時に闇側は周波数を使ったのです。周波数を発して嵐を進ませたい方向へ押し出しました。またそれとは別に今では波動を様々な治療に使っている例もあります。例えばある種の波動が癌を小さくさせたり、また別の周波数を使えば物体を持ち上げることもできるのです。そうやって半重力状態を作れます。もう時代はそちらの方向に向かっており、あらゆる知恵がその方向に向けられています。スピリットも言っていますが、ピラミッドを建造する時も波動が使われていました。そして今年大きな波動についての発見があるでしょう。そしてさらなる発見が来年にあると思います。とてもすごいことが波動についてわかるのです。将来は大きな波動による治療施設ができることでしょう。それはもちろん医学に基づいていますし、メドベッドも出てきますが、それは以前にもお伝えした通り皆様が想像しているものとは少し違います。これはまだ表には出てきていませんが、いわゆるメドベッドというものよりも進歩しています。そして最も良いことは自然の薬で治療する方法に回帰します。
私に見えているのは夕方に周囲の人々が集まり火を囲って老人が話を語り、子供たちがその周りで踊っている光景です。それこそが将来の地球の姿なのです。様々な人たちがまるで一つの部族のように銀河の人たちが集まっているのが見えます。まるでスターウォーズに出てくる酒場のような風景ですが、そのような場面を思い出しました。実際私も夢の世界の中で体験しているのかもしれません。そのようなお話は2020年にブラッドショー牧場の動画でもしました。嵐の話題に戻れば、ハリケーンサンディのように突然反転するものがあるので注意を要するのと、波動療法が将来使われ、またピラミッドが波動で建設されることでしょう。未来のピラミッドのことを考えるととても心が沸き立ちます。今年から来年にかけて波動についての大きな発見があり、波動と自然療法で多くの患者が救われる時代がやってきます。これから数十年後の新地球ではもう病気などというものはなくなっているでしょう。私たちは皆波動で動かされていることを忘れてはなりません。ある動画にありましたが、木や植物に電力クリップをつけるとその植物が奏でる音楽が聞けるのをご存知でしょうか。自分の持つ波動と音の周波数があります。ある周波数になると耳で聞くことができないため、政府が人を操作するのに使います。とても狂ったお話です。しかしスピリットは心配する必要はないと言っています。そのようなトリックが自分にかからないようにすればいいだけで、正しい心を持ち瞑想して地球とつながればそれで大丈夫なのです。何も恐れることはありません。それが科学者が電気クリップを植物につけていた実験であり、そのようにして様々な植物が精気を吸収しています。異なる周波数の音が植物や花、そして動物たちからも、そして海からでも聞こえてきます。このような波動を合体させればパーキンソン病も根絶できます。そのような機会があれば私も使ってみたいです。これだけを見ても未来がいかに素晴らしいかよくわかります。将来は木々や動物たちの美しいハーモニーに囲まれ、それらが調和して私たちを助けてくれます。人々からも、そして周りからも奏でられる音楽に囲まれて暮らせるのです。それこそが本当の森から聞こえる音楽です。スピリチュアルな戦いが始まっていることや、告白するパワーと引き寄せの法則についてお話ししましょう。長い間とても大きく暗いスピリチュアルな戦いが多次元でも、また私たちの次元でも起きています。スピリチュアルな争いというのは象徴的な表現ですが、原子爆弾級の破壊力のある戦いになっています。私たちが知っている集団的な宗教はこれから姿を消し、新地球では存在しないでしょう。もっと人々が魂でつながれるようになり、ある日突然地球全体が敬虔なキリスト教徒になるような感じです。とても魂に根ざしたつながりになります。そこであらゆる文化や古代遺跡も関わってくるので、大変心が躍る展開になるのです。スピリットはこのスピリチュアルな争いは核戦争のようになると語っていましたが、それは本当に核戦争になることを意味するのでしょうか。スピリットによれば、それは実際の核兵器を使うよりもひどい結果になるということです。皆様が信じるかどうかはわかりませんが、実際には核兵器は使われないでしょう。幸運なことにこの地球上では核兵器による大虐殺は起こりません。中には実際に核戦争が起こることを心配されている方もいると思いますが、そのような事態にはなりませんし、もしそのようなことになるのでしたら創造主によって阻止されるでしょう。UFO が核弾頭を起動させなくするのをご存知だと思いますが、とにかく核戦争にはならないと思います。それよりはもっと生物兵器のようなものが使われる予感がします。いかがでしょうか？世の中には多くの人にはわからない疾患で苦しんでる人がいます。精神疾患などは診断されないまま悩んでる人もいるでしょう。
そのような病気が根絶される未来を切望しています。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。